国鉄 TR50 系台車は、日本国有鉄道が重軽客車用に開発した、鉄道車両用ボギー台車の一形式である。マニ30系 TR230 バイト型台車。TR50 以来の軽量台車の最終グループに、属する従来用いられてきた TR40 バイト TR47 といった一体、中高生台車は、 振動特性が非常に優秀であるものの、必然的に肉厚でしか作れず、台車1機あたり6.0から6.3トンと非常に重く、車両の換算量数が軒並み、積4.0となってしまうなど、慢性的な輸送力不足を抱えていた、当時の国鉄にとっては、必ずしも満足な構造ではなかった。若干軽い TR23 系統の台車にしても5.1トン前後とより、 旧式な TR11 よりは重かった。車両全体で30%ほどの軽量化を達成するにあたり、台車も大幅に軽量化することとなり、開発されたのが本形式である。電車を中心に行われていた高速台車振動研究会の成果を活用して、設計、製作された。プレス成形品の側枠二枚を溶接で貼り合わせて、製作した側量二本を、 同じくプレス成形品の中張りでつなぎ合わせたもので、従来の台車と異なり端張りは省略された。軸距は2 0 0 0トルまで大幅に短縮された。当時の70時速7 5トルという速度では全く問題なかった。枕羽根は従来重ね板羽根であったが、これもコイル羽根と減垂用オイルダンパーの組み合わせとなった。軽量化を意図し、従来狂気用であっても、 慣例的に長軸を用い、標準器用と同じ横幅を持っていた台車枠を車軸を短軸に変更して、幅を縮小した。DT17 での成果を活かし、台車外側に枕羽揺れ枕釣りを移している。軸羽ネは TR23 等と同じ軸羽ネ式である。特許に制約された技術を用いない、国鉄のために設計、製造された系列であるため、 ほぼ国鉄向けのみで、いずれも重量の制約の厳しい客車用ばかりである。並びは登場順である。ありがとうございます。